おはようございます。ということで今2日目の朝ですね。なんか思いのほか早く目覚めてしまって、5時半くらいに目覚めたかな。で今ね、一応ホテルの朝食までちょっと時間があるんで、今朝6時とか6時半とかですね。ちょっと散歩してますが、今日もパリは天気が良さそうで、ちょっと今は肌寒いですけど、なんだかホテルの近くのレピュビリックみたいなところの周りの辺を散歩していますが、いやーなんかね、昨日の夜多分ねパーティーかなんかがあったんだと思うんだけど、超うるさい、超なんかガヤガヤしてて、しかも朝の5時半ぐらいからもうめっちゃ酔っ払いがねギャーギャー騒いとるんですよ。で今日パリの月曜日なんだけどね、そんな感じでちょっと散歩してみます。今これオペラ座に来てます。僕の背景にあるのはオペラ座でございます。うわー、あの有名なオペラ座ですよ。2年前来た時もここ来ましたね。確かねこの近くにねユニクロがあるんですよね。確かユニクロのねパリ第1号店オペラ座店、オペラ店かな。まあまだ9時なんでやってないんですけど、ここにベートーベンと書いてあります。ここモーツァルトですね。なんか偉大な音楽家の彫像みたいなのが立ってます。今日天気いいな。ということでですね、朝早起きしすぎたのでね、ちょっとまだね予定の時間まで時間があるので、今これはチュイルリー公園というところに来てますけども、綺麗ですよ。見てこれ、非常に今日天気も良くてね最高なんだけど、なんかパリの本当に貴族の庭みたいな、そういう公園ですね。日本にはないよね。非常に西洋的な、非常に西洋的な感じですよね。これとか見てこんわ、これビラビシッとバキッとね区画が整備されて、多分これもなんか左右対称なシンメトリーな感じの、こんな公園あったんだな。以前来た時は全く知らなかったんですけども、まあ季節もあるな。前回来た時2月とかでクソ寒かったんで、この季節いいっすねパリ。6月7月多分めちゃいいっすね。気候も今日でもなんかちょっと爽やかで、半袖ではちょっと肌寒いくらいですけどね、まだ気温上がってないんであれですけど、見てこれ、いや優雅ですわこれは。ほらこの区画のされ方日本ないよな。バシッとビシッとこの木が等間隔に並んでいる感じ。代々木公園とかね日本ありますけど、こういうような区画の仕方しねえもんな。もっと乱立してるもんね。こうやってなんかちゃんと木もなんていうかな、人間の背丈くらいのところには枝が生えない、こういう種類なのかわかんないけどね。はあ、非常に気持ちがいいですね。なんか言ってる子供が
ああ、いいですね、こういうとこに腰掛けながらね、ビールでも飲みたいですね。非常にヨーロッパ的な感じがして綺麗ですね。あぶねえ、今ほらこの画面中央にいる集団いるじゃないですか、髪持った。こいつら、こいつら多分あれだわ、募金活動のふりして金集めてるわ。取られそうになったもん今。あぶねえ、障害者の赤ちゃんのために募金しろとか言って名前書かされて、ただの署名活動かと思ってたら金よこせとか言われて。さあ皆さん、あれ見えますか、ルーブル美術館のあの有名な光のピラミッドがあります。その山のふもとに大勢の人がいるのがお分かりでしょうか。うじゃうじゃいますね、すごい。今多分並んでるんだと思います。まだ開園しないと思うんです。すごいっしょ。僕もね、一回ね、2月に来た時に行ったんですけどね、すごいわ。あの光のピラミッドのところが入り口になっててですね、あれ一回地下に潜るんですね。そっからこの周りの建物、これ確かこれ美術館なんだよね、多分ね。この周り、この中にいろんな美術品が貯蔵されてるという、そういう形になってます。光のピラミッドです。ルーブル美術館ですね。ということでですね、そろそろお仕事の時間なんですけども次はですね、まあ、ちょっとブランド名はね、まだ伏せておこうと思うんですけど、まだ契約も何も取り扱いも決まってないブランドなので、ブランド名は伏せておくにしてもですね、一つ事実としてアポイントメントが取れてないんですよ、そのブランドとのアポなしでちょっとね、突撃しようかなというふうに思ってます今から。まあ会場の場所だけはね、なんかちょっとなんとかここじゃねえかっていうところを、いろいろなところから情報を得て確定しましたので、ちょっとね今からそこに、アポなし突撃で、展示会ちょっと見させてくれないかということで、行ってみようかなと思います。今ですね、突撃してきたんですけど、なんとね、結論から言うとアポなしで見ることができました。展示会見、お邪魔することができました。ありがとうございますという形でね、事の経緯を説明するとですね、その展示会場に行ったんですね、僕最初行ったんですけども、ピンポーンって押したら、そのギャラリーというかショールームのオーナーさんみたいな人が出てきて、もう昨日で展示会終わっちゃったって言われたんですよ最初。うわマジかよと思ったら、そのオーナーの人がですね、結構親切な方で、ちょっとね、デザイナーにちょっと電話してみるから待っててみたいな、で電話してくださったら、なんとですね、うるさ、なんと今から来てくれるっつって、ちょっと待っててくれみたいな、今から行くからみたいな、で、来てくださったんですよね。ありがたいことに昨日までだったにもかかわらずで、めちゃくちゃね丁寧に説明してくださって、うわーよかった、突撃してみるもんやなーと、突撃してみるもんや、行ってみるもんやなーと思って、うん、よかったなと思っております。ただね、今回まずこうやって突撃、成功して、まあ、展示会にはお邪魔させていただいたんですけど、これがですね、もうこれでじゃあ来期から取り扱い決定というわけではないんですよ、うん、あくまできっかけにしか過ぎなくて、まあこれからですね、もろもろ、まあ僕も日本に帰って、一応もろもろの契約条件とかあるので、そういうの社長と話し合いつつ、また先方とも話し合いつつですね、どうなるか正直まだわからないんですけど、ただ展示会に行かない限りは取り扱いの何もないので、そういう
あ意味でおいて言うと、まあ、スタートラインには立ってたということで非常に良かったです。きっかけはできたので、まあそんな感じでね、突撃第1弾成功しましたということでございます。はい、ブロークンアームズに来ました。ここは結構ね伝説的なショップでございますよ。ブロークンアーム行ってきたいと思います。今あのブロークンアームっていうショップに来てるんですけども、見てください。これちょっと話題だったのシャツですね。今ね、ブロークアーム行ってまいりました。で、日本人が多いブロークアーム、ほとんど、結構店の中の半分くらい日本人な感じで、いやでもかっこいいね、アイテムが揃って、ちょうどセールとかやってて 30%、40% オフとかやってましたけども、もしパリに来た方はぜひブロークアーム行ってみてはいかがでしょうか。いいショップですね、かっこいいね、やっぱ最新の感じがします。ちょっとランチに来てますけども、最高、一仕事終わった後のビールは最高ですね。ピザが来ました。あ、ミスった。今ね、パリの3区にいるんですけど、3区行けてますわ。3区行けてる。3区ぜひ。今日はですね、ちょっと早めに、思ったより早めに仕事が終わりましたので、ちょっと美術館に行こうと思って、でルーブル美術館は行ったことあったんで、それ以外で探したんですけど、今日月曜日なんですけどもね、美術館ってね月曜日休みのとこ多いんですよ、なんか知らんけど。
で、本当はピカソ美術館行こうかなと思ったんですけども、やってなくて、ここのね、ポンピドゥール、ポンピドゥールセンターとかいう、ポンピドゥールなんとかセンターみたいな、一応なんか、近代美術の、めちゃくちゃでかい、まあ、複合施設みたいな感じらしいんですけどもね、ちょっとここに行こうかなと思います。これからえー、今美術館出たんですけどもね、もう疲れちゃったんでね、もう出てきましたただくしくもマレービッチのね展示をやって、マレービッチのあのゴージャのね、この間僕が紹介したあのゴージャのまあ幾何学模様みたいなニットを描いたアーティストの展示がやってて、そのマレービッチのガチモンの幾何学模様のね、やつ、ロシアヴァンギャルドのアート見ることできましたよ。あ、疲れちゃったな、もう。いや、あの後ですね、美術館から一回ホテルに帰ったんですよ。で、昼寝をしたんですよ。もうちょっと疲れすぎて。そしたらもう11時半まで寝てしまって、11時半になった、起きたら飯食いに行こうと思ってたけど、今日はもう寝ようと思います。おやすみなさい。あのさ、君さ、俺のインスタのアカウントフォローした？ツイッターのアカウントどう？フォローしてる？まだだったらさ、なんでフォローしないの？最新の情報がね、盛りだくさんアウトプットしてるんですよ、私はね。だからね、必ずフォローしてください。損はない。